ニュースポストセブンです。測量学の世界的権威でメガ地震予測を主催する村井俊次東大名誉教授が最新の地震予測を発表しました。村井氏は4月12日頃までに石川県、福井県、岐阜県の一部の北陸地方で巨大地震の予兆があると予測。村井氏によると北信越は最新の AI による危険度判定で東北に次ぐ全国2位で、衛星画像の解析でも地震の前兆と思われる異常が観測されているとのこと。その他、北海道、中国、首都圏なども引き続き警戒が必要です。ニュースポストセブン。